はい、こんにちは、116インズです。今回はレイズの筒香嘉智選手に関する話をしたいなと思っています。個人的な話で恐縮なんですが、私は日本ではベイスターズを応援していまして、筒香選手の活躍というのも日本時代ずっと追っていましたし、また今年のメジャー挑戦も非常に楽しみにしていたんですが、ここまでの筒香選手の MLB1 年目は常にホームランも5本放ち、期待していたパワーを発揮していますよね。またメジャーリーグで初めて対戦する投手ばかりの中でも選球眼の良さは相変わらずで、すでにフォアボールも16個と出塁の面でもチームに貢献することができてますよね。ただ打撃成績全体で見てしまうと、少し物足りないと言いますか、ここまで打率1割9分1厘、出塁率は3割1分8厘、そして長打率3割9分3厘と、OPS は7割は超えていますが、日本時代の筒香選手を考えますと、やはり少々物足りない数字なのかなと思ってしまいますね。筒香選手はレイズと2年総額1300万ドルの契約、メジャーリーガーとしては少々安めの契約を結んでいますが、ただレイズという球団は決してお金に余裕のある球団ではないですし、筒香選手の年俸もチームの中では高い部類に入る方ですから、レイズとしてももう少し筒香選手に打ってほしいと思っているところは少なからずあるんじゃないのかなと思います。では筒香選手、なぜ少なくとも打率などの面においては結果が出ていないのか、この点についてはダイジェストという日本語のスポーツメディアが、筒香選手は速いボールの対応に苦しんでいるんじゃないかと指摘する記事がありました。こちらの記事については概要欄にも貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思うんですが、内容としては筒香選手、今季放った安打のうち150キロ以上のボールから放った安打はわずかに1本しかないらしいんですね。実際私もベースボールサバントで150キロを93マイルとみなして絞って調べてみたところ、確かに1本しか安打を放っていないんですね。8月16日のトロントブルージーズ戦でアンソニー K から2塁打を放っただけですね。で、さらに調べてみると、150キロ以上のボールで打席の結果が決まった打席において、17打数1安打なんですね。こちら対筒香選手93マイル以上と書かれた表がありますけれども、こちらが実際に93マイル以上のボールを投げて筒香選手との打席結果が決まったピッチャーたちなんですが、アンソニー K 以外は全員筒香選手を93マイル以上のボールで抑えることができています。日本でプレイしていた時代から筒香選手、速いボールは苦手なんじゃないかと指摘する声ありましたけれども、今のところ93マイル以上、速いボールでの結果があまり出ていないのは本当のようですね。ただ1安打しか出ていないという結果をもって、速いボールが苦手と結論付けるのは少々早いかなと思いまして、今回その17打席を引っ張ってきまして、実際にはもう少し安打数を稼げたんじゃないかというところも考えてみました。で、そもそも17打席のうち約半分以上は三振に終わっていますので、それ以外のインプレーに飛んだ打球で考えてみたんですが、打球の質を考慮した XBA それから XWOBA を見る限り、7月28日の打球はもしかしたらヒットになる可能性を秘めていたものなのかなと思いますので、1本か2本ぐらいはヒットを稼げたのかなと、少なくとも17打数1安打という結果は少々運が悪かった可能性もあるとは思うんですが、ただ打球の質を考慮しても速いボールに対してそこまでいい結果が出ていないというのはやはり本当のようですね。続いてさらに細かく見まして、筒香選手に対して投じられた全ての93マイル以上のボールを見ていきたいなと思います。まず相手ピッチャーの攻め方から見ていきたいなと思います。こちら左側に出ている図は、93マイル以上のボールを筒香選手に投げる際にどのコースに投じられたかが色の濃さでその代償がわかるようになっています。最も93マイル以上のボールが筒香選手に対して投じられているゾーンは、筒香選手から見て外角高めのゾーンですね。こちらが一番多くて22球、で次いで外角低めが13球で2番目に多いんですが、全体的に見て高めのボールが非常に多くなっている印象ですね。今メジャーリーグでは高めの速球、もっと具体的に言えばスピンの効いた速球を高めに投げることが主流となってきているわけですが、筒香選手に対しても同様の攻め方がなされていると考えても良いかなと思います。高めの剛速球はなかなか簡単に打つことのできないボールではありますし、このゾーンを攻められていること自体はあまり驚きはなかったですね。続いて筒香選手の93マイル以上のボールに対するアプローチを見ていきたいなと思うんですが、これだけ93マイル以上のボールで結果が出ていないバッターではありますが、空振り率は 29% 程度と、少々高い水準ではありますが、速いボールに苦しんでいる割にはそこまで高い水準ではないのかなと思いました。筒香選手全打席での空振り率は 22% 程度でしたので、それと比べてもそこまで極端に高い水準ではないのかなと思いましたね。それよりも個人的に気になったのはファールの多さですね。93マイル以上のボールの場合 23.5% がファールということになっているんですが、これはもしかしたらちょっと高いんじゃないのかなと思いましたね。というのも筒香選手92マイル以下のボールですとファールは 16.7% と、先ほどの93マイル以上と比べて7ポイント程度差がありますし、もちろん空振り率も92マイル以下の方が圧倒的に低いんですが、それよりもファールの数が93マイル以上だと多くなっているんじゃないのかなと。
つまり打ちに行こうとはしているものの、思ったように捉えることができていないということが言えるんじゃないのかなと思いましたね。で、この93マイル以上でのファールの多さは、他の一流選手マイク・トラウト、コーディ・ベリンジャー、クリスチャン・エリスと比べてもファールの割合が高くなっていることが分かっています。で、こちらまずベリンジャーとトラウトの93マイル以上の速球に対するアプローチなんですが、まあ、昨シーズンの成績となるんですけれども、ベリンジャーはファールの割合が 20.6% で、トラウトはさらに低くて 18.5%。続いてイエリッチ、左側の図ですが、こちらは 20.1% と、まあ、もしかしたら誤差の範疇なのかもしれませんが、筒香選手の 23.5% と比べますと、3人の一流選手全員が筒香選手よりも93マイル以上のボールでのファールの割合は低くなっていますし、この3人の打者全員ですね、速いボールに対しても好成績を残すことができています。やはりそれは捉えるべきボールをミスショットせずに捉えることができているということですし、またファールが増えるとどうしてもカウントが悪くなることが多いですから、そういったカウントの管理の面でもやはりファールが多すぎるというのは問題があるのかもしれませんね。このあたりはもしかしたら高めに多くボールを投げられている点と関連しているのかもしれませんね。まあどちらかというとファールを打たされているという感じになっているのかもしれません。少なくとも筒香選手が先ほども言いましたが、93マイル以上のボールに対して仕留めきれていないということは間違いなく言えるのかなと思いました。ただ速いボールへの対応はアジアから MLB に来る選手の一つの壁となっていますよね。アジア人選手の打撃フォームでは足を上げてタイミングを取ったりパワーを生み出したりすることが非常に一般的なわけですが、これが MLB クラスの速球となると、そのような打撃フォームが逆にあだとなって速球に対して振り遅れる要因になっているんじゃないかと指摘されることはしばしばあります。そこで打撃フォームを改造するなどして MLB の速球に対応できるかどうかが、このリーグで生き残れるかどうかの分岐点にもなっているのかなと思いますね。最近の例ですと MLB1 年目の大谷翔平選手がスプリングトレーニングで足を上げるフォームで挑戦したところ、打率1割2分5厘と全く打てず、二刀流に挑戦していることもあって彼の打撃は高校生レベルだと叩かれたこともありましたが、シーズンに入るまでに修正して結果的に速いボールに対応して結果を残したという選手もいますし、まあ、筒香選手も同様に対応できればいいのかなと思いますね。筒香選手自身もともと柔らかいバッティングをする選手ですし、またメイクアップの部分も非常に良い選手でありますので、今後 MLB の速球に対応する可能性は十分あると思いますし、またレイズという球団も選手を活躍させるノウハウを非常に有している球団でもありますので、おそらく筒香選手が速い速球に苦しんでいることはチームとしても理解しているかと思いますので、今後どのような対応策を打ってくるか非常に注目してみたいですね。ということで今回の動画以上としたいと思います。今後も MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。